はい、皆さんこんにちは、白目と申します。ギルバトやっていきたいと思います。はい、すいません、ちょっと時間が空いてしまいました。申し訳ないです。やっていきたいと思います。本日のお相手はファイトさんですね。頑張りましょう。はいはい、15% かなんで、結局全員倒さなきゃいけない感じですね。やっていきますか。これ、なるほど、そういうことか。面白いですね。まあ、多分食いだめ型なんでしょうね。いきますか。いや、待って、後にしよう。こっちからいきます。はい、水猿って結構火力出るんですよね。なんかこの前クロエがすごいワンパンされてびっくりした覚えがあるんですけど、さてさてどうしようかな。今これでいいのかな。上は下下もうこれでいいのかな。ダメかな。まあこれでいきたいと思います。大丈夫かな。まあいいや、よろしくお願いします。はいはい、まあ、先手取って、おっと使ってこなかったですね。あのババ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 ってやつめっちゃ動く、めっちゃ動く。あ、分かってたのかな、爆張るまで待つみたいな。はい、まあ一回蘇生されるんで、まあ蘇生されてからもう一回倒す。よくないな。あ、ラッキー。はい、でもう一回、バネッサを落としにかかります。あー、もうよくないって。この風邪姫のミスがね、本当に鬱陶しいんですよね。あ、クリナイス。あ、硬いな、硬いな。落としたい。 OK、 あとは後でいいですね。はいはい、今日新しいイベントが始まって、なんかフレンドと一緒に頑張ろうみたいなイベントがありますけど、なんかちょっとよくわかんないですね。なんか、何ですかね、このイベント。この送られ、フレンド登録された側は何も通知がないんですよね。なんかひょんなことで忘れてたりすると、なんかすごいごめんなさいって気になりますよね。いた！マジで。どうしよう。まだとりあえず落としますか。闇蔵に来る分には大丈夫。ダメ、それはダメだって、ダメだって。もう本当にスタン、ダメだって。もう本当にねえ、もう本当にバカ、動きすぎ、これはもう無理。どこまで耐えられるかな。
OK。 いやー、コッパ落ちたか。これ倒しきれるのかな。なんかこう凡戦感が、じわじわ削っていくしかないんですよね。挑発も入らない。よくないな。まあ闇蔵のスキル3が意外とダメージ出るんでいいっちゃいいんですけど、恥ずかしいパターンですね。攻めに行って負けちゃってるパターン。闇蔵しっかりしてよ。抵抗高め。体力はそんなにない感じな気がするんですけど、落としきれるのかっていう。めっちゃ抵抗する。嘘でしょ。終わらないんじゃないかなこれ。この間喋ることが何もないんですけど、え、待って、なんでこんな抵抗するこいつ。嘘でしょ。一回も挑発入んない。え、なんで、なんでこっちの再延長だけは入って挑発だけ入らないんですかね。お、ラッキー。じゃあ挑発入らない、抵抗された。あー、これ終わらないパターンですね。ちょっと水イフの暴走ね、あれはひどいな。普通にやればね、いけるんですけどね。この黒絵ムカつくな。めちゃめちゃムカつくな。口悪いな。いやいや、本当にそれはないんじゃないかレベルで暴走してきますね。でまた回復ですよね。いやー、ちょっと早くドローが。抵抗がすごい。嘘でしょ。抵抗に振ってる。いや、そんなはずはないと思うんですけどね。ほら、意味わかんない。意味わかんない、マジで。いけないかな。ダメか、諦めます。はあ、ちょっとなんか納得いかないな。はい、ではこちらの方いきたいと思います。どうしようかな。まあデコイで闇蔵連れてきますか。うん、それがいい。よいしょ、落ちてなくてよかった。はい、で下これどうしような。確実に剥がされるもんな。困ったな。耐久できるキャラがいないんですよね。いや、やめよう。トレバー連れてこう。いや、どうせならこれでいきたいと思います。火のフランケン
っていきたいと思います。問題は下なんだよな。そうなるとえ剥がさないことを期待して無理かな。よろしくお願いします。多分光のフランケンを、じゃんや、光のフランケンってなんだ。とりあえずこいつのゲージ下げます。で防御アップして、ゲージ下げます。で落とします。おい、28000、いいですね。おいしい。で、殴っていきます。おいしいな。まあいいんですけどね、ミスは仕方ないんですけど。ヒーフランケンのいいところは自分の防御依存なので、まあ相手がこういう風に耐久に振っててもあんまり関係ないっていうところですね。で防御貫通なんで、ゲージ下げて、あのオリビア普通に強いですよ。はい、あのよく運営もこう上げたなっていう気がするんですけど、ヒーローダンジョンで普通にオリビア強いですね。はい、ここまではね、剥がさないで、あ、剥がしますよね。あーダメだこれは。いやーちょっと待って、よくないなこれは本当に。お、ミスナイス。お、ここから逆転になるか。嘘だなんで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 、おかしくない？なんでミスとか体力減ってる方に来ない？いや、ちょっと待ってよ。あー、ミスナイス。本当にミスナイス。オッケー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 。ちょっと仕事しすぎじゃない？とりあえず落としきろう。まあ、こうするともう自己要因はないかな。あー、セットー、ちょっと風姫のエミスに助けられましたね。いや本当に焦った。まあこういう速度パワー本当に苦手なんですよね。寝るしスタンするしね、本当に良くない。よっしゃ、若田、96% 敵陣あるんですけどねって思ってるんで、今度のルーン無料の時にでもちょっとセアラの、この敵中をですね、もう少し速度に振ろうかなと思ってるんですけど、ルーンがないな。ドラゴン頑張ります。はい、ちょっとね、やること多すぎてね、育成もちょっとやんなきゃいけなくて、タワーも登らなきゃいけなくて、やること多いな。うん、まあこのままでしたいいでしょう。上も、上このままじゃいけないかな。無敵派って、いや、やめよう。プラ入れよう。はい、下もこのままかな。アタッカーはもう間違いなくフェイなので、うん、倒しきれればいけないかな。はい、よろしくお願いします。あ、遅い、マジか。どうしようかな。
こっちを下げて、こっちが倒します。よいしょ、強い強い、本当に強い。よいしょ、単純に体力3万以下はワンパンってことですからねめちゃめちゃ強くないですか、火のフランケン。まあ、光のフランケンとかもいますけど、ちょっとね、光闇なんかも最近全然ダメで、ありがとうございます。そう、光闇がねちょっと全然いいの出てくれなくて、まあ光フランケンもね出たら育てたいなと思ってるんですけど、ああ食い溜め出なかった。クリタメがねちょっと低いんですよ、 70% ぐらいしかなくて、75% か、ちょっとちゃんとしますちゃんとしますね。よいしょ、落として防御上げ。まあで今回火のフランケンはで、狙われないので、まあ、自由にアタッカーとして動いてください。このオリビアの作戦伝達で、あ、いいな、いいね、素晴らしい。行動回数がどんどん増えていくんで、クールタイムも思ったより短い気がしますね。っていう風にもうどん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 こう火のフランケンにクールタイム回してですね、回転率で倒していこうかなっていうパーティーですね。この3体目に関してはどんな子でもいいかなと思ってます。回復入れたり、さっきみたいにデコ入れたり、まあ比較的いろんなこう組みやすいパーティーじゃないかなと。結局さっきから回復使ってませんし、うん、このフルボッコタイムですね。本当はねできたら暴走意志がいいんですけど、ちょっと残念ながらルーンがないんで刃つけてますはい、まあ仕方ないですねこれは。はい、行きました。さあ2戦目ですね。まあでも動きますよね、ちょっとあんまり分かんなかったな。まあいいや、はい、まあ、あとはオートでいいかな。はい、行きましたね。やっぱり、水イフがねきついな。ちょっと対水イフ用に、うん、なんかそらしたいなと思ってるんですけどね。ちょっと育成が、あのガチャ祭りの動画がすごい再生回数伸びてて、レイドより伸びててちょっとびっくりなんですけど、なんかいろんな人がガチャ動画出す理由が、うん、わかる気がしますねあんまりガチャ動画を上げるつもりないんですけど、まあああいう記念ごとがあれば、うん、上げていきたいなと思っています。はい、というわけで、ギルバトでした。最近あのサボってますけど、キャラ紹介していきたいと思います。今回はまあ火のフランケンを、あのトラーさん 8% とかも使ってると思うんですけど、こんな感じですね。もう、守護守護刃です。全然連馬もあんまりできてないんですけど、できてましたね。これも、実数、白地のルーン叩いただけです。はい。サボりすぎ。はい、こんな感じですね。まあ、敵中低いんですけど、あんま気にせず、この、フルスイングパンチがね、火力がすごいんでね、オリビアと組み合わせてこれからも使っていきたいなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。白目でした。